こんにちは、マーブラジオのしゅんです。今回のシティボーイの誘惑はちょっと、汗をかくような今の時期に、ぴったりのアイテムをご紹介したいと思っております。それが、こちらです。 1LDK スタンド、 1LDK ですね、このラジオでも何回も、紹介してきていますが、 1LDK スタンドとクンバインターナショナル、クンバも一回マーブラジオでご紹介させていただいたインセンスブランドになりますが、その 1LDK とクンバがコラボをしたファブリックスプレーを今回はご紹介したいと思っております。ぜひぜひですね、動画の高評価だったりとかチャンネル登録ですねしていただけますと非常に嬉しいです。はい、でですね、なんで今回ファブリックスプレーをご紹介、かつ、この時期にですねパブリックスプレーを、ご紹介するかと言いますと、なかなか、例えばですね、この時期結構汗ばむ、寝汗というか寝てる時に、まあ、ものすごく暑い寝苦しい時期が、まだまだ続いていると思うんですが、まあ、そういった時に、まあ、もちろん枕だったりとか、枕カバーだったりとか枕っていうのは洗えたりするんですけど、ベッド自体はなかなか洗えないじゃないですか。シーツはもちろん洗えるんですけど、なんですけれど、そういった洗えないものに対してなんかその洗濯できないからなんかそのままっていうのもなんか嫌だし、でも寝汗はかいてるからなんか汚いような気がするっていう時に、僕は結構ファブリックスプレーを使うんですけれども、まあ、もちろんファブリックスプレーで、代表的なところで言えばファブリーズだったりとかっていうのは、もちろん、思い浮かぶとは思うんですけれども、まあファブリーズだとなんかこう味気ないというか、ちょっとね趣がないなということで、結構、今年に入って、ファブリックスプレーを、すごく探すタイミングがありました。でですね、そういった中で、見つけたのがこの 1LDK スタンドとクンバのコラボのファブリックスプレーになります。結構その出た時期は、結構前だとは思うんですけれども、意外とファブリックスプレーという括りで探してるとあんまりそのピンとくるものがなくて、もちろんいろんなファブリックスプレー試したんですけれども、その中でもやっぱりこの、クンバっていうインセンス、僕がとても好きなインセンスブランドと組んで作られてるこの、ファブリックスプレーがとっても、個人的にやっぱ匂いが良くて、一応 1LDK スタンドとクンバのこのコラボのファブリックスプレーは4種類、香りの名前は、ナンバーでナンバリングされてるんですけれども、ナンバー1からナンバー4までラインナップが一応今はありまして、僕が、購入したのはナンバー1のファブリックスプレーになります。でですね、ファブリックスプレーを、あまりご存じないっていう方も、いらっしゃると思うので、簡単にご説明しておきますと、簡単に言いますと、洋服だったりとか、布類、衣類だったり、そういった布を使う、アイテムに対して振りかけると、まあ、匂いがつくというか、抗菌になったり消臭になったりするっていうのがファブリックスプレーで、まあ、もちろん、T シャツとか、そういったものはすぐ洗えるので、あんまり T シャツとかに使うっていうイメージではないんですけれども、まあ、先ほど言った通りベッドだったりとか枕だったりとか、ソファーとかね、はい、まあ、僕はちょっと今座ってるソファー革なのであんまり使わないんですけれども、布のねカバーがついてるソファーだったりとかっていうのに、振りかけることによってこう消臭抗菌かつなんかこうちょっといい匂いにもなるよみたいなところで、そういった、ファブリックスプレーは、効果というか使い道があります。でですね、今回この購入した 1LDK スタンドのファブリックスプレーなんですけれども、まあ個人的な好みにはなってしまうんですけれども、とっても、匂いがきつすぎず軽すぎずいいっていうところが一ついい点でして、まあ、ファブリーズは逆に言うと抗菌によりすぎてて匂いっていう面においてはそんなに強くない。でもそれがいいっていう方ももちろんいると思うんですけれども、僕はなんかそれだとちょっとやっぱ物足りなくて、なんかこうせっかくスプレーを振るからにはなんかこうそれなりにちょっと匂いがあった方がいいかなっていう思いがあったので、いい香りのファブリックスプレー探していたところ、ここにこの、クンバのコラボのファブリックスプレーに出会いました。ナンバーワンの香りに関しては、一番
近い香りは、クンバの、マーブラジオのマーブラジオのクンバの回でもご紹介させていただいたスイートレインにとっても匂い、スイートレインというお香の種類があるんですけれども、スイートレインにとっても匂いの種類が似ています。なので、もしクンバの、お香でスイートレイン結構好きで使ってるよっていう方もしいらっしゃいましたら、このファブリックスプレーはとっても、そういった人の、嗅覚というか、匂いの、趣向にとても合うファブリックスプレーだと思います。でですね、こちらの、僕の使い方としては、朝起きて、ベッドメイキング一応軽く、するんですけれども、その前に一回こう朝すごい日差しが家に入るので、その日差しとともにこうファブリックスプレーをベッドとか枕に振りかけて一回ちょっとこう置く、そのシーツを全部外して置いておいて、そこでそれが乾いたらシーツとかベッドメイキングをしていくっていうのが毎朝の最近のルーティンになってます。でそうするとやっぱり次というかその晩寝た時にとてもいい空気感に包まれて眠ることができるので、その使い方は非常におすすめです。でですね、こちら、YLDK、東京の YLDK でもちろん買うことができますし、京都の YLDK だったりとか名古屋の YLDK にももちろんあると思います。ですし今 YLDK オンラインショップもありますので、 YLDK のオンラインショップでも買うことができます。僕は、YLDK のオンラインショップでこちら買いました。気になるお値段なんですけれども、300ミリ、1本につき300ミリの、スプレーの液が入ってて、お値段3000円になってます。まあ、ファブリックスプレーの中だとちょっと、高いっていう印象をね、持たれる方もいるとは思うんですけれども、まあ、ベッドで過ごす時間っていうのは、意外と長いですし、まあ、8時間睡眠されてる方だったら、1日の3分の1はベッドで過ごすっていう計算にもなりますので、まあ、そういった意味で考えていけば、まあ、ファブリックスプレーに3000円出すのも全然、いいかなと思います。まあ、本当このファブリックスプレーを使い出してからですね、まあ、寝苦しいなと思う夜でも、非常に、眠りにつきやすくなりましたし、とても、深い眠りについてる、とてもリラックスしてねベッドに入ることができてるなという、印象がありますので、まあ、そういった、ピロースプレーみたいな感じに、使うっていうのも全然、使い方としてはありだと思います。というわけで今回は 1LDK スタンドとクンバインターナショナルというインセンスブランドの、コラボファブリックスプレーをご紹介いたしました。では今週の、日曜日のマーブラジオでもお会いいたしましょう。さようなら。